皆さんこんにちは、こんばんは、ヒロと申します。本日はですね、先週のですね、シュプリーム2022SS ウィーク8オンラインチャレンジで購入したアイテムをですね、レビューしていきたいと思います。先週のですね、ウィーク8ではスプリングティーの発売となりまして、皆さんはいかがでしたでしょうか。賛否あったですね、ラルフ・ステッドマンのボックスロゴもですね、なんだかんだ完売も早くてですね、自分もですね、一発目に狙ったんですけども、残念ながら購入はできませんでした。今回ですね、購入できたのがですね、第2希望のですね、T シャツ2色ですね、色違いで購入しました。で、こういったですね、季節の時のですね、T シャツが発売される時は、ステッカーセットっていうのが発売されるんですけど、その中でもオンラインで購入した場合はそのどれかが入ってるんですけど、そういったステッカーも何が入ってるかっていうのも楽しいですよね。個人的にはですね、ラルフ・ステッドマンのロゴ入りのあのステッカーが入っていてほしいですね。ではですね、こちらに2つ届いてますので、まだ開けてないんですけど、こちらを開封していきたいと思います。どれがステッカーがまず入ってるかっていうのをちょっと見たいと思います。はい、まずですね、1つ目が、入ってました。ラルフ・ステッドマンのボックスロゴステッカーですね。ちょっとうっすらシュプリームとロゴが入ってます。これがね、普通に T シャツでも良かったんですけどね。まあ、かっこいいですね、やっぱり。いいですね、ステッカーコレクションに入れます。と、あと1枚がこちらですね、エイリアン T のステッカーですね。あともう1個も開けちゃいます。はい、2つ目が、お、もう見えちゃった。こちらも入ってました。あとこちらですね、トップショット T のステッカーですね。こんな感じですね、今回のステッカーは。うん、嬉しいですね。じゃあ今回自分が購入したのがこちら2色です。スティルトーキング T になります。カラーはですね、ホワイトとブラウンの2色ですね。で、サイズは両方とも XL で買いました。こちらの価格が税込みですね、7150円になります。こちらはですね、全7色展開だったんですけど、まあその中でもね、どれを行こうかなっていうね、かなり迷ったんですけど、最終的にこの白と、ブラウンにしました。ちょっとデザインも見ていきたいと思います。白と、あ、いいですね、かっこいいですね。こっちがブラウンですね。こちらです。で、じゃあ軽くデザインを見ていきたいと思います。まずですね、フロントにはですね、Still Talking、 まだ話し中と、まあ、よく意味がですね、分からないのがまたいいんですけど、まあ、そういったテキストが入っていて、フロント部分はかなりシンプルですね。で、バックがこんな感じで、まあ、割と上の方ですねにシュプリームとドンと入っています。まあ、割とそんなに思った以上に大きくはなかったですね、ロゴの感じが。もっとでかいかなと思ったんですけど、割とコンパクトでいいかもしれないです。このバックプリントのですね、見え方が、まあ、個人的には好きな感じだったので選びました。で、白タグがこんな感じです。透かしが入ってますね。ブラウンがこんな感じです。フロントがこんな感じで、バックが白で入ってますね。うん、いいですね、見え方いいな。はい、いかがでしたでしょうか。どちらのカラーもデザインもですね、これからですね、気楽に着れそうな感じだったので大満足です。サイズ感もですね、自分はですね、もうこれからショーツしか履かなくなりますので、 T シャツに関しましてはですね、このゆったり感とバランスがすごい好きなんですよね。 T シャツはですね、今季まだまだ買い足していくと思いますので、ウィーク9以降はですね、どんなコラボやアイテムが出るのか楽しみですね、待ちたいと思います。でもね、今日全然髪セットしてないんで、ちょっと
ボサボサかもしれないですけど、ぜひですね、チャンネル登録とですね、概要欄から飛んでいただいて、インスタのフォローですね、あと気ままにサブチャンネルもやっておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious.